驚きました。まさかの朝ドラ初出演だというのが、日本を代表する俳優の小田嬢こと小田切嬢さん。今回カムカムエヴリバディの霊編で重要な役割を果たす謎の男、大月錠一郎こと人呼んで錠の役で出演します。実際の小田切さんの私生活も謎が多く、一体どんな人生を送ってきたのか気になって調べてみることに。本名は小田切錠さん。1976年2月16日生まれの現在45歳。岡山県津山市のご出身で、身長176センチで、血液型は O 型。岡山県津山市出身の有名人といえば、ビーズのボーカリストの稲葉浩二さんがいますね。今回の朝ドラ、カムカムエヴリバディでは、河本雅宏さんも岡山出身なので、なるほどという感じです。どこか、影のある雰囲気の小田切嬢さん。その幼少期は、とても孤独なものでした。小田切さんの母親はシングルマザーで、小田切さんが、まだ幼い頃に離婚されています。物心ついた頃には、すでに二人きりの暮らしで、父親の顔すら知らない小田切さん。母親は、女手一つで息子を育てるため、昼はパート、夜はスナックを経営して、息子が不自由な思いをしないように、身を粉にして働いていたんだとか。母親が働いてる時の小田切さんはというと、いつも朝になると、母に映画館に連れて行かれ、気がついたら一人になっていたそうです。普段やってる映画は大人の映画ばかり、時には字幕の映画だったりするので、見てもわからないし、仕方ないから。映画館の中を走り回っていたんだとか。自分は何のために生まれてきたのか。その頃はよく、こんなことを考えていたそうです。自然と映画の世界に引き込まれていったのも、無理もないことでしょう。それと同時に、孤独な子供時代に、兄弟が欲しかった。一緒に遊ぶ人が欲しかったとも言っています。でも、幼いながらに母親の大変さに、気づいていたからこそ、じっと我慢していたのかもしれませんね。意外な組み合わせなのですが、実は、お笑い芸人の次長課長の、河本純一さんとは小学校の同級生でした。お互い、もっち、ジョーと呼び合う中、特に河本さんにとって忘れられないのは、6年生の時に転校してきた小田切さん。河本さんも、3年生の時に転校してきたのもあって、お互いが同じ転校生だったことから、自然と仲良くなったそうです。しかし、小田切さんが来てからというもの、それまで女子にモテモテだった河本さんですが、全部、持っていかれてしまったそうです。相手が悪かったですね。それでも、二人は、よく一緒に遊んでいたそうです。小田切嬢さん。外見だけでなく、頭もかなり良くて、高校は、岡山県作陽高等学校の特進クラスに進学。ここはサッカーでも名門校で、小田切さんも、サッカーはかなりな腕前だそうです。そして大学はなんと、国立の高知大学理工学部に合格して、入学金を払い込むために、門の前に来たのですが、なんと、入学金を納めずに帰ってしまうのです。一体、どうしたのかというと、いつからか小田切さんは、映画監督になりたいと思うようになって、大学の校門の前で母親に電話で、この入学金を留学費用に使わせてほしいと、懇願したのだそうです。すると、母親は後で後悔しないように、好きにしなさいと言ってくれたのだとか、そのまま映画監督を目指し渡米した小田切さん。カリフォルニア州立大学フレズノ校に留学。当初、演出コースを専攻する予定でしたが、辞書を片手に記入したコースがそもそも間違っていて、演劇学コースにマークしてしまっていたそうです。とにかく、英語も満足に喋れないのに、役者など、到底無理な話で、2年後には日本に帰国しています。俳優デビューこそ1999年の、舞台、ドリーム・オブ・パッションでしたが、2000年、仮面ライダークウガの主人公、五代祐介役で、一躍、大ブレイクすることに。
この時はそのかっこよさにテレビの前のちびっこだけでなくお母さんたちのハートを根こそぎわしづかみにした小田切さん。でも実際にはオーディションでは落ちるつもりで臨んでいたそうなんです。幼少期から特撮番組とは馴染みが薄く、リアルな芝居がやりたくて俳優になったから特撮はやりたくないとまで発言していたくらいでしたから、合格してしまった時は本気で役者を辞めようかと悩んだそうです。2006年に主演した人気ドラマ時効警察では、時効が成立した未解決事件を趣味で捜査する総部署時効管理課の警察官桐山修一郎を独特のキャラで演じて、深夜枠であったにもかかわらず平均視聴率は 10.1% の人気ドラマとなって、続編の2007年帰ってきた時効警察はなんと平均視聴率は 12.0% もありました。2003年映画明るい未来では初主演でカンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。2007年には初の脚本監督の映画桜な人たちを撮影していますが、2019年映画ある船頭の話では初の長編映画の脚色と監督を務め、海外でも多数の賞を獲得して長年の夢を実現しています。しかし俳優デビューして20年が経ってからの長編映画を撮るという夢の実現だったのですが、なぜそんなに時間がかかったんでしょうか。その驚くべき理由が本人の口から語られたのです。映画ある船頭の話の会見でその理由について、俳優の立場を利用し甘えて撮るのはいいことじゃないと思っていた、フェアな評価もいただけないような気がして、これだけの時間がかかった、なるほど。しかし次の言葉にネットは騒然。詳しくは話せないんですけど、健康診断の結果があまり良くなくて、大げさな話、残された自分の時間を改めて考えて、やっぱり映画が撮りたいと思った。聞き流すには無理がある内容でした。大げさって言っても、残された自分の時間って、どこか悪いのかな？心配です。とファンからも気遣う声が上がっていた小田切さん。一体、体にどんな問題があったのでしょう。未だにその詳細は明かされていません。そんな小田切さんにも幸せが訪れます。2007年、女優の岸井ゆうさんと結婚。二人の馴れ初めは映画パビリオン3商業で共演したことがきっかけでした。当時、岸井さんは11歳年下でしたが、小田切さんは彼女のことを若いのに周りに媚びない、かっこいい子だな、そう思っていたそうです。ちなみに、岸井ゆうさんですが、母親がアメリカ人と日本人のハーフだそうで、クォーターで帰国子女なんだそうです。2001年、雑誌のモデルとしてデビューされ、女優としても活躍されていました。その美しいシンメトリーな顔は、100万人に1人しかいないと言われています。小田切さんは、この結婚で妻だけでなく、もう一つの大事なものを手に入れたのです。それは、未だ見ぬ父親という存在でした。岸井ゆうさんの家に挨拶に行った時のこと、彼女の父親から、娘をよろしくと言われ、父親を知らない小田切嬢さんは、現在の理想の父親は彼女のお父さん、というほど感動したんだそうです。そして、二人の間には2011年に長男、2014年に次男、2016年に三男が生まれています。母子家庭で一人っ子だった小田切さんにとって、憧れの家庭がようやくスタートしたはず。なのですが、突然、悲劇が小田切さんを襲います。次男がわずか1歳で旅立ってしまったのです。1歳の誕生日を迎えたばかりだったそうです。原因は婚約性イレウスでした。腸の病気で異変に気づいてすぐに手術をしたのですが、6日後に容体が急変してしまったのだそうです。まさか幼い我が子を亡くすことになるとは、身が引きちぎられるような思いだったことでしょう。
東北大震災のあった2011年のこと、夫婦は別居することを決意したのですが、これが様々な憶測を呼んだのです。カシーさんと子供は沖縄に移住したことで離婚危機とまで言われましたが、実際は夫婦二人で相談して、子供のためにそうしたのだそうです。理由は、震災での放射能汚染を危惧して移住を決意したということです。往年の名コンビの女優の麻生久美子さんに、ぶっ飛んでるなぁと言われるほどの NHK ドラマ、オリバーな犬、ゴッシュ、この野郎。このドラマで警察犬役と脚本、演出を務めた小田切丈さん。登場する俳優も豪華な顔ぶれですが、これがマジで NHK のドラマなんだ。そう驚くほどぶっ飛んでました。しかも、そのドラマの第1話に出てきたのが、怪しい占い師の役のカシーユーさん。2014年以内のドラマ出演というサプライズに、ネットまでぶっ飛んだとか。え、カシーユーじゃん。カシーユーが出てるのエモいな。いきなり嫁さんが出てくるとかいろいろやばい。初っ端からカシーユー出てきてひっくり返った。やっぱカシーユー綺麗だね。と、夫婦で話題をかっさらった小田切夫妻。カシーさんは、すでに、来春の連ドラ出演が決まっていて、それもあってか、現在は、都内で家族4人暮らしだそうです。才能豊かな小田切丈さんですが、過去、小田組サイン事件など、変わった人というイメージでしたが、調べてみると、人として結構苦労されていて、家族をしっかり支える素晴らしい旦那さんということが分かりました。犬の着ぐるみ姿でのドラマ出演も経験した小田切さん。今回のカムカムエプリバディでのジョーの正体は、ひょっとするとあの人なのかも。あなたはどう思いましたか？それではまた次回お会いしましょう。